スタンリー・クール、ホーンベック・スタンリー・クール、ホーンベックはアメリカ合衆国の外交官。マサチューセッツ州フランクリンにて誕生。1903年にデンバー大学を卒業。1904年から1907年までローズ小学生としてオックスフォード大学に在籍し、1907年に学士号を取得。1907年から1909年まで、 ウィスコンシン大学にて政治学の研究員及び講師。中華政府大学にて講師。1911年にウィスコンシン大学で博士号を取得。1914年から1917年までウィスコンシン大学で政治学の助教授及び准教授。1921年から国務省にて外交政策に従事し、主にアメリカの極東政策の立案について、 責任を負った。経済顧問室技術専門官、極東部長、国務長官特別顧問、極東局長、国務長官特別補佐官、中オランダ大使を歴任。日本では1941年9月6日の午前会議において日米交渉の期限が切られることになった。ただし、昭和天皇の強い意向で交渉が主、戦争が重であることが 改めて確認された。その夜、このエフミマロ首相は、中日アメリカ合衆国大使のジョセフ・グルーと国秘に、会談し、日米首脳会談の必要性を説いた。グルーは直ちに本国に電報を打ち、国務省では、日米首脳会談の検討が開始された。グルーは、日本は、誤算が生んだ危機的な状況から抜け出そうともがいて、いると述べ、 首脳会談が危機打開の最後のチャンスだと訴えた。これに対しホーンベックは日中戦争、三国同盟、南部普通院新中がこの絵内閣の下で行われたことから不信感をあらわにし断固たる態度こそ日本を抑えることができると妥協ではなく力による日本を封じ込めを主張した。その際、ホーンベックは中国通ではあったが日本についての知識は 乏しかったにもかかわらず、日本について断定的な判断を下すことが多いという不可解な言動を取り続けた。10月2日、国務省は日米首脳会談を事実上拒否する回答を示した。外交による打開の可能性を失った日本は、開戦の準備を開始する。1941年11月初旬、日本に対する石油輸出禁止について、国務省内にて、 日本が抗議のための戦争を開始するかもしれないとの懸念が若手外交官からホーンベックに挙げられた。しかしながらホーンベックはアメリカの兵力増強度から日本の能力を別視し改戦の懸念を一周した。その後11月26日、コーデル・ハル国務長官は日本からの経済制裁緩和の要請に強硬な態度を取り、ハルノートを提示した。 11月28日、ホーンベックは、春ノートを受けて、日本が引き下がるだろうという想定を理由に、直ちに戦争が始まることはないと強弁したものの、後日の非難に備え、この根拠について、次の覚書を残すことで、自己弁護に用いた。ありがとうございます。